しい話を聞かせてください。悲しみが増えないように、もう二度と同じこと繰り返してしまわぬように、本当はそこに何事もなければあるはずだった未来が、なぜ奪われ、なぜ振り返られることもないのかも。真実は隠され「ことがあるだろう」「悲しい話は語り継がれ」「重い石碑になる」「もう二度と同じ涙流れてしまう」真実を逃げてごまかして、そんなこといつまでやってるのだろう。刻まれた続ける、消えぬように忘れぬように形のないものが集って、その願いがその叫びが聞こえ、悲しみすべてのお内に流し込んでやるよ。See